7月13日、中央競馬の競走馬情報です。レース予想や穴馬情報はチャンネル概要欄を参照ください。また、この動画での期待値高めと言っている馬はノートの予想とは異なる基準で評価しています。オッズにもよるのでご参考まで。それではスタート。函館第一レース。2歳未勝利。芝1800メートル。目標タイムは1分 50.7 秒です。期待値が高めな馬は相勝ちです。函館第2レース。3歳未勝利。ダート1700メートル。目標タイムは1分 47.8 秒です。期待値が高めな馬はレイヌ・ド・サーブル。ここシャンパーニュです。函館第3レース。3歳未勝利。芝1200メートル。目標タイムは1分 9.8 秒です。期待値が高めな馬はブライティアダイヤ。イーブンナウです。函館第4レース。3歳未勝利。ダート2400メートル。目標タイムは2分 37.6 秒です。期待値が高めな馬はウィンメラナイト。サンマルミッション。タケルゴールドです。函館第5レース。3歳未勝利。芝1800メートル。目標タイムは1分 49.4 秒です。期待値が高めな馬はアスロス。大ユーファリーナ。シャーリーゴールドです。函館第6レース。3歳未勝利。ダート1700メートル。目標タイムは1分 47.4 秒です。期待値が高めな馬はサイモン・プレジール。ウィン・アルドーレです。函館第7レース。3歳以上1勝クラス。芝2600メートル。目標タイムは2分 41.4 秒です。期待値が高めな馬はパンジェです。函館第8レース。3歳以上1勝クラス。ダート1000メートル。目標タイムは0分 60.0 秒です。期待値が高めな馬はオアシスドール。ステラシティです。函館第9レース。猪浜特別。ダート1700メートル。目標タイムは1分 46.5 秒です。期待値が高めな馬はミッキー・ラッキー。レーブ・ドレフォン。ランス・ノーブルです。函館第10レース。カモメ島特別。芝1800メートル。目標タイムは1分 47.9 秒です。期待値が高めな馬はフェミナフォルテ。ワレハウミの子。アップトミーです。函館第11レース。函館2歳ステークス。芝1200メートル。目標タイムは1分 9.9 秒です。期待値が高めな馬はブーレーブ。リリーフィールド。エメラビです。函館第12レース。3歳以上1勝クラス。芝1200メートル。目標タイムは1分 9.5 秒です。期待値が高めな馬は大空ひばり。DJ さん。可憐な乙女です。福島第1レース。3歳以上障害未勝利。芝2770メートル。目標タイムは3分 9.1 秒です。期待値が高めな馬はテンメジャーガール。ローディアマンドです。福島第2レース。3歳未勝利。ダート1700メートル。目標タイムは1分 47.3 秒です。期待値が高めな馬はベヌゼです。福島第3レース。3歳未勝利。ダート1700メートル。目標タイムは1分 47.4 秒です。期待値が高めな馬はグラスフェロー。ホーオーラムセスです。福島第4レース。3歳以上障害 OP。芝3380メートル。目標タイムは3分 34.8 秒です。期待値が高めな馬はエフティファール。アランデルです。福島第5レース。2歳新馬。芝1800メートル。目標タイムは1分 52.7 秒です。期待値が高めな馬はケアンズです。福島第6レース。2歳新馬。芝1200メートル。目標タイムは1分 11.6 秒です。期待値が高めな馬は竜のヒルド。シュレン。北の国からです。福島第7レース。3歳以上1勝クラス。ダート1150メートル。目標タイムは1分 9.3 秒です。
期待値が高めな馬はカフェブルームです。福島第8レース、3歳未勝利、芝1800メートル、目標タイムは1分 49.0 秒です。期待値が高めな馬はカンデラリア、勝負猿です。福島第9レース、郡山特別、芝1200メートル、目標タイムは1分 9.1 秒です。期待値が高めな馬はハピネスアゲン、停車カレンです。福島第10レース、忍山特別、芝2600メートル、目標タイムは2分 40.4 秒です。期待値が高めな馬はウィン・マイルート、プレリュードシチー、パトリック・ハンサムです。福島第11レース、オダタラステークス、ダート1150メートル、目標タイムは1分 8.8 秒です。期待値が高めな馬はメタマックス、イスラーネーロです。福島第12レース、3歳以上1勝クラス、芝1200メートル、目標タイムは1分 9.3 秒です。期待値が高めな馬はジャンヌ・ローサ、マイレーヌです。小倉第1レース、2歳未勝利、ダート1000メートル、目標タイムは1分 0.1 秒です。期待値が高めな馬は乙女な社長、ロイヤルイグキ、タガノサダフです。小倉第2レース、3歳未勝利、芝1800メートル、目標タイムは1分 48.3 秒です。期待値が高めな馬はクスクス、ウエストチリー、レストリアです。小倉第3レース、3歳未勝利、芝1200メートル、目標タイムは1分 9.1 秒です。期待値が高めな馬はエクストラドライ、ルージュレイナス、レオナルドスターです。小倉第4レース、3歳未勝利、ダート1700メートル、目標タイムは1分 46.6 秒です。期待値が高めな馬は特にいなさそうです。小倉第5レース、2歳新馬、芝1800メートル、目標タイムは1分 51.7 秒です。期待値が高めな馬はパワーストーン、アイスモント、マジカルフェアリーです。小倉第6レース、3歳未勝利、芝1200メートル、目標タイムは1分 9.0 秒です。期待値が高めな馬はソルトロックです。小倉第7レース、3歳以上1勝クラス、ダート1700メートル、目標タイムは1分 46.1 秒です。期待値が高めな馬はリアンドメテオール、コンバットペスカ、ルフトクスです。小倉第8レース、3歳以上1勝クラス、芝2000メートル、目標タイムは2分 1.0 秒です。期待値が高めな馬はアースコンチェルト、インテグレートです。小倉第9レース、雲仙特別、ダート1000メートル、目標タイムは0分 59.6 秒です。期待値が高めな馬は特にいなさそうです。小倉第10レース、知らぬい特別、芝1800メートル、目標タイムは1分 46.8 秒です。期待値が高めな馬はトーアライデン、マジカゼ、ムーンニットナイトです。小倉第11レース、宮崎ステークス、ダート1700メートル、目標タイムは1分 45.4 秒です。期待値が高めな馬は名将三河、ビオグラフィア、おしげです。小倉第12レース、3歳以上1勝クラス、芝1200メートル、目標タイムは1分 8.9 秒です。期待値が高めな馬はダイヤモンド富士、シュークリームです。ここからは出走馬の中で、馬娘に実装された馬たちの子孫や、ゆかりのある子を紹介していきます。予想とは一切関係ありません。それでもよければどうぞ。Z メルベイユ、TM ドレミ、シンクグッド、トーラムプラッツ、ダイユーファリーナ、ゴルトベーレ、カーロアバンティ、ペリプルス、パンジャ、オアシスドール、名称クモイ、ミッキーラッキー、エリダヌス、
ワレハ海の子、ダノンソフィア、サトのカルナバル、ブーレブー、カルクステルシュ、エメラピ、グルーペクトライト、インクルードダイヤ、ローディアマント、アグリアス、共栄フロイデ、エピックストーリー、オセアハートマン、グラスフェロー、ベルディール、ファーストメイト、デルマ役師、ウィーンマイルート、ネイチャーシップ、タガノバルコス、アッティーボ、アイムファイン、エルフレスアリー、ロイヤルイブキ、ウエストチェリー、フィオリトゥーラ、メロディアスハート、ウィズアリープ、デイトリメンバー、アンドゥーラ、エイシンコクスン、コワン、バシロペス、スナックメモリー、デンタルフロス、スカイサーベイ、ポルテーニャ、グラブイテ、ミッキーストライク、ピエノオルフェ、インテグレイト、エランティス、ルクスビッグスター、ディガージオン、名称シナノ、コンスタンティン、ジューンアマデウス、オーサムデアラー、デストリア、ヤコブセン、スパーク、エリカポラリス、ココシャンパーニュ、マウンテンピオニー、コアクト、オレンジサファイア、サニーアール、ウィーンラムセス、マイネルバーテクス、シャーリーゴールド、ウィーンキャロライン、グランドフューチャー、コンテナワールド、シャイニング奇跡、プレットリンド、ノートルプロメス、アメジストブラック、ミラキュラスドラマ、スコーピオン、カップチョ、メイプルリーフラグ、デイビールビオ、フェミナフォルテ、ヤンキーバローズ、ビッグパレード、ハートホイップ、ロザシアニン、ポピュラーソング、ムーンヘイロー、メインストリーム、ホウオウラムセス、滝登り、レッドソニード、イオーリ、パルファンドリス、カンデラリア、ムージャン、シークレットイスラ、愛を継ぐ者、ステイトダイアデム、イスラーネーロ、グローリアスカペラ、ジャンヌローサ、西野玉由良、クスクス、ハルボタン、エキファドール、ルージュレイナス、エクストラドライ、名称天陽、ブーケドボア、名称王子、アイスモント、アングリフ、ルージュリリカル、ヒロインズクレスト、ホルトバージ、ホーオーリムジン、アースコンチェルト、シャイニーズラン、デルマシルフ、名称ツワブキ、キッショー、アネモス、オカリナ、マイネルティグレ、モズマ族、レディメローラ、トレンシャリー、ブルータス、サッカレッド、アディクテッドラン、ビアンデニュー、クリフハンガー、キープブライトン、タイキフロリゼル、マックスギュー、レジーナローズ、スカプライオ、シャインユニバース、ビニュー、イヤルモハメド、マジカルフェアリー、名称ソニック、ピンクピース、ジューンアース、ヒルノエドワード、ビオグラフィア、レイヌドサーブル、ブライティアダイヤ、エルキーオ、クリノエクリプス、アスロス、フクノスナノバラ、タッカー、スイッチオン、レーブドレフォン、アレマーナ、ジェモロジー、ユイ、アンマイ、チニリ、リーフィールド、モズナナスター、シュードタキライト、ダークブロンド、ジークルーネ、タガノミア、エンジェルラウンド、ガイフカイセイ、エバーサニーハート、モディリアーニ、マイネルバッサー、エファルジェント、サウンドパルム、クリアクオーツ、カフェブルーム、クイーンアポーン、バードオブハピネス、エスパダースーブ、ハピネスアゲン、
サイクロトローン、名称水安、カピリナ、ゴンヌボウ、マイレーヌ、ラッキーキャット、大メイコスズ、ピナクルポイント、サクセスカノン、ブレイブハートマン、モズユイユイ、ハヤブサソンタくん、ケンベンツェル、ロビンバローズ、レクランスリール、タガノチョコラータ、サイモンコーラル、ムーンミッドナイト、マチカゼ、トーアライデン、クイックバイオ、ヒデシンイメル、アップトミー、ドナンワルツ、ウケヨーン、函館武将、オクシタニア、ミストラルフェザー、ビゴラスダンサー、マテンローナイト、ナリタマフリー、ショーベサル、シゲル補佐役、日本ピロケイ、日本ピロマリンバ、マサノカナリア、ウィンメラナイト、サイモンプレジール、アイビーサムライオ、ニシノルプ、ガジノリホワイト、ハイタッチマドンナ、トニーテソウロ、ギャバガイ、クリノハレルヤ、プレシャスデイ、ブリオンカズマ、タガノサダフ、クリノイザナミ、ジョニール、ナムラマイケル、マリグパイン、カレン・マックナイト、浮世の夢、サテフィカ、イズ・ジョーの光、グラム・ダンディ、ホーリー・ブライト、ステラシティ、グランドゥーチェ、フタバ、ベヌーセ、クーデ・ピンヌ、ペンタ君、ルミナス・アイ、シュレン、ルチアーナ、タエセイ・ピューマ、セキテヨウ、アンドローゼス、グランド・フォレスト、テセラリアン、プレリュード・シチー、リアレスト、カノティエ、サンマル・エレガンス、カレンデ・リスモンド、アミューニション、ソルト・ロック、ルフトクス、オシゲ、名称・ミカワ、ミューのヒルド、妖怪ディスコ、名称幕時期。函館第一レース、各馬、ゲートイン完了。スタートが切られました。3番イガッチが早速先頭を取る。3番イガッチの背後には4番名称幕時期、1番ブルータスか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番ブルータス。その後には3番イガッチと5番プレシャスデイが続きます。1番ブルータスが後ろから追ってくる。先頭か。1番ブルータスが1着見事。続くは5番、3番、11番か。函館第2レース。さあ、舞台は整いました。スタートが切られました。まずは13番イラーナが好スタートを切った。その後ろには1番エリカポラリス、6番ビアンベニューか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは13番イラーナ。その後には1番エリカポラリスと6番ビアンベニューが続きます。13番イラーナそのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。13番イラーナが1着見事。続くは1番、5番、10番か。函館第3レース、各馬、揃って。スタートが切られました。先頭を走るは6番ブライティアダイヤ。並ぶように4番マサノカナリア、7番ポトマックテソーロか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番マサノカナリア。その後には6番ブライティアダイヤと7番ポトマックテソーロが続きます。4番マサノカナリアそのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。4番マサノカナリアがゴールイン。続くは12番、7番、6番か。函館第4レース、枠入り完了しました。スタートを切りました。1番タケルゴールドが前に行きます。並ぶように4番ウィンラムセス、12番ウィンメラナイトか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは12番ウィンメラナイト。その後には1番タケルゴールドと2番エルキオが続きます。6番サンマルミッションが先頭に立つか、追い抜くか。6番サンマルミッションが1着見事。続くは12番、2番、1番か。函館第5レース、ゲート入り完了。スタートが切られました。7番イズジョーの光が早速先頭を取る。並ぶように10番ウィンキャロライン、2番アスロスカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは10番ウィンキャロライン。その後には7番イズジョーの光と12番コンテナワールドが続きます。12番コンテナワールドが追い上げてくる、追い抜くか。12番コンテナワールドがゴールイン。
続くは10番、4番、3番か。函館第6レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートしました。5番サンライズシアが前に行きます。5番サンライズシアの背後には13番グアラニア、7番カールアバンティカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番サンライズシア、その後には9番プラムダンニと13番グアラニアが続きます。5番サンライズシアそのまま逃げ切れるか、独走か。5番サンライズシアが1着見事。続くは9番、14番、函館第7レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートです。3番エリカベネチアが早速先頭を取る。2番手は8番ゴージョニッコ、10番クリフハンガーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番エリカベネチア。その後には1番モンブランミノルと8番ゴージョニッコが続きます。5番サンライズシアそのまま逃げ切れるか、独走か。1番モンブランミノルがゴールイン。続くは2番、3番、8番か。函館第8レース、各馬、揃って。スタートを切りました。1番スコーピオンが前に行きます。2番手は7番サザンレイク、9番オアシスドールか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番スコーピオン。その後には7番サザンレイクと3番ヨドノゴールドが続きます。3番ヨドノゴールドが先頭に立つか、追い抜くか。3番ヨドノゴールドがゴールイン。続くは1番、7番、5番か。函館第9レース、枠入り完了しました。スタートを切りました。先頭を走るは2番ヒデシーニメル。並ぶように11番リネアグローリア、6番ミッキーラッキーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番ヒデシーニメル。その後には11番リネアグローリアと6番ミッキーラッキーが続きます。1番セクシーブーケが先頭に立つか、追い抜くか。1番セクシーブーケがゴールイン。続くは11番、8番、10番か。函館第10レース、さあ、舞台は整いました。スタートが切られました。まずは14番アマイが好スタートを切った。並ぶように13番ユイ、3番アレマーナか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは14番アマイ、その後には13番ユイと12番ジェモロジーが続きます。12番ジェモロジーが追い上げてくる、追い抜くか。12番ジェモロジーがゴールイン。続くは11番、10番、2番か。函館第11レース、枠入り完了しました。スタートが切られました。4番ヒデノブルースカイが早速先頭を取る。その後ろには1番エンドレスサマー、9番ブレブーカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番エンドレスサマー、その後には9番ブレブーと4番ヒデノブルースカイが続きます。1番エンドレスサマーそのまま独走か、独走か。1番エンドレスサマーが1着見事。続くは7番、9番、5番か。函館第12レース、さあ、舞台は整いました。さあ、スタートしました。11番ハートホイップが前に行きます。その後ろには12番インクルードダイヤ、1番大空ひばりか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは11番ハートホイップ。その後には6番ジークルーネと12番インクルードダイヤが続きます。10番タガノミヤが先頭に立つか、先頭か。10番タガノミヤがゴールイン。続くは6番、11番、4番後。福島第1レース、ゲート入り完了。スタートを切りました。先頭を走るは4番ライフ海星。2番手は8番テンメジャーガール、6番ポピュラーソングか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番テンメジャーガール、その後には4番ライフ海星と3番ローディアマントが続きます。4番ライフ海星が先頭に立つか、先頭か。4番ライフ海星が1着見事。続くは7番、8番、6番か。福島第2レース、ゲート入り完了。スタートを切りました。先頭を走るは5番ベネッセ。後を追うのは9番カレンタクト、2番ケープウェイカムか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番ベネッセ。その後には2番ケープウェイカムと9番カレンタクトが続きます。2番ケープウェイカムが追い上げてくる、先頭か。2番ケープウェイカムが1着見事。続くは12番、9番、11番か。福島第3レース、ゲート入り完了。さあ、スタートしました。11番ダノンストラーダが前に行きます。2番手は1番ライーナシェリ、4番ペンタ君か。
レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは11番ダノンストラーダ。その後には14番グラスフェローと3番ルルフィーユが続きます。11番ダノンストラーダそのまま逃げ切れるか、独走か。11番ダノンストラーダが1着見事。続くは6番、3番、14番か。福島第4レース、各馬、ゲートイン完了。スタートが切られました。まずは2番イフティファールが好スタートを切った。2番イフティファールの背後には1番アランデル、5番アンブロジオか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番イフティファール。その後には7番グレートバローズと1番アランデルが続きます。4番アドマイヤールバが先頭に立つか、先頭か。4番アドマイヤールバが1着見事。続くは1番、2番、7番か。福島第5レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートです。まずは10番サウンドパルムが先頭に立ちます。後を追うのは2番ニシノルプ、4番ルラクソンとか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは10番サウンドパルム。その後には6番マックス級と9番西の清葉が続きます。6番マックス級が追い上げてくる、追い抜くか。6番マックス級が1着見事。続くは2番、5番、9番か。福島第6レース、ゲート入り完了。さあ、スタートしました。4番ルチアーナが早速先頭を取る。後を追うのは1番シュレン、7番ドラゴン娘か。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番ルチアーナ。その後には2番クリアクオーツと6番イオリが続きます。4番ルチアーナそのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。4番ルチアーナがゴールイン。続くは2番、6番、5番か。福島第7レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートです。7番シークレットバウが早速先頭を取る。その後ろには12番パレスドフィーヌ、8番妖怪ディスコか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番シークレットバウ。その後には12番パレスドフィーヌと8番妖怪ディスコが続きます。8番妖怪ディスコが先頭に立つか、追い抜くか。8番妖怪ディスコが1着見事。続くは7番、12番、6番。福島第8レース、各馬、ゲートイン完了。スタートが切られました。先頭を走るは14番ショーベサル。並ぶように5番グランドフォレスト、7番デルマプラクリティカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは14番ショーベサル。その後には13番ユケイオンと5番グランドフォレストが続きます。13番ユケイオンが追い上げてくる、追い抜くか。13番ユケイオンがゴールイン。続くは9番、10番、14番か。福島第9レース、さあ、舞台は整いました。さあ、スタートです。まずは13番ペイシャカレンが好スタートを切った。後を追うのは15番ステイトダイアデム、8番エスパナースールか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは13番ペイシャカレン。その後には15番ステイトダイアデムと8番エスパナースールが続きます。15番ステイトダイアデムが先頭に立つか、追い抜くか。15番ステイトダイアデムが1着見事。続くは12。福島第10レース、さあ、舞台は整いました。さあ、スタートしました。先頭を走るは8番プレリュードシチ。後を追うのは7番ハローサブリナ、1番パトリックハンサムか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番プレリュードシチ。その後には7番ハローサブリナと11番リアレストが続きます。8番プレリュードシチーそのまま逃げ切れるか、独走か。8番プレリュードシチーがゴールイン。続くは11番、4番。福島第11レース、さあ、舞台は整いました。スタートを切りました。先頭を走るは6番マニバドラ。2番手は12番ナックドロップス、4番メタマックスか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは12番ナックドロップス。その後には6番マニバドラと11番函館武将が続きます。6番マニバドラが先頭に立つか、追い抜くか。6番マニバドラがゴールイン。続くは8番、5番、4番か。福島第12レース、枠入り完了しました。さあ、スタートしました。7番エルフレスアリーが前に行きます。後を追うのは1番オンザビーナス、10番ジャンヌル大阪。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番エルフレスアリー。その後には2番カピリナと1番オンザビーナスが続きます。8番森のレッドスターが後ろから追ってくる、追い抜くか。8番森のレッドスターが1着見事。続くは2番、10番、7番か。
小倉第一レース、ゲート入り完了。スタートが切られました。6番アメリカンビキニが前に行きます。6番アメリカンビキニの背後には2番乙女な社長、4番ロイヤルイブキカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番アメリカンビキニ、その後には2番乙女な社長と4番ロイヤルイブキが続きます。6番アメリカンビキニそのまま逃げ切れるか、独走か。6番アメリカンビキニが1着見事。続くは2番、4番、7番が。小倉第2レース、枠入り完了しました。スタートが切られました。1番クスクスが早速先頭を取る。並ぶように10番モルツシャン、12番ラガークイーンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番クスクス。その後には12番ラガークイーンと10番モルツシャンが続きます。12番ラガークイーンが追い上げてくる。先頭か。12番ラガークイーンがゴールイン。続くは6番、3番、7番か。小倉第3レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートです。まずは17番レオナルドスターが先頭に立ちます。17番レオナルドスターの背後には4番ルージュレイナス、5番エクストラドライカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは17番レオナルドスター。その後には4番ルージュレイナスと5番エクストラドライが続きます。1番エピファドールが追い上げてくる。先頭か。1番エピファドールがゴールイン。続くは5番、15番。小倉第4レース、ゲート入り完了。スタートを切りました。3番ブレイブハートマンが前に行きます。3番ブレイブハートマンの背後には4番クレスコサンダ、5番マンドゥーラカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番ブレイブハートマン、その後には4番クレスコサンダーと15番モズユイユイが続きます。5番マンドゥーラが追い上げてくる、先頭か。5番マンドゥーラがゴールイン。続くは15番、3番、6番か。小倉第5レース、さあ、舞台は整いました。さあ、スタートです。6番ラブアブルが早速先頭を取る。並ぶように4番ミストラルフェザー、7番ラテライトか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番ラブアブル。その後には4番ミストラルフェザーと7番ラテライトが続きます。6番ラブアブルそのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。6番ラブアブルがゴールイン。続くは4番、5番、1番か。小倉第6レース、ゲート入り完了。さあ、スタートです。まずは10番ソルトロックが先頭に立ちます。10番ソルトロックの背後には1番エイシンコクス、17番イズジョーゴモリーカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは10番ソルトロック。その後には1番エイシンコクスンと14番バシロペスが続きます。1番エイシンコクスンが先頭に立つか、先頭か。1番エイシンコクスンが1着見事。続くは12番、7番、10。小倉第7レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートしました。14番ジョニールが早速先頭を取る。14番ジョニールの背後には7番クリノハレルヤ、2番コンバットペスカか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは14番ジョニール。その後には2番コンバットペスカと7番クリノハレルヤが続きます。14番ジョニールそのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。14番ジョニールが1着見事。続くは12番、2番、5番か。小倉第8レース、枠入り完了しました。スタートを切りました。まずは8番ブラブイテが先頭に立ちます。8番ブラブイテの背後には13番インテグレイト、1番スカイサーベイカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番ブラブイテ、その後には1番スカイサーベイと13番インテグレイトが続きます。9番ミッキーストライクが先頭に立つか、先頭か。9番ミッキーストライクが1着見事。続くは5番、11番。小倉第9レース、各馬、揃って。さあ、スタートしました。まずは8番ジューンアースが先頭に立ちます。8番ジューンアースの背後には2番エランツ、4番デルマシルフカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番ジューンアース、その後には4番デルマシルフと6番プリンセスカレンが続きます。2番エランティスが後ろから追ってくる、先頭か。2番エランティスがゴールイン。続くは8番、6番、11番か。小倉第10レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートです。まずは9番トーワライデンが先頭に立ちます。2番手は6番マチカゼ、12番ビゴラスダンサーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番トーアライデン。その後には6番マチカゼと12番ビゴラスダンサーが続きます。
15番マイネルティグレが先頭に立つか、追い抜くか。15番マイネルティグレが一着見事。続くは6番、3番、5番か。小倉第11レース、各馬、揃って。スタートを切りました。先頭を走るは10番名称誉れ。その後ろには6番テイエムランウェイ、2番大聖シェダルか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは10番名称誉れ、その後には12番名称三河と9番エピックジョイが続きます。1番名称シナノが追い上げてくる、先頭か。1番名称シナノが1着見事。続くは10番、7番、6番か。小倉第12レース、ゲート入り完了。スタートを切りました。5番シュークリームが早速先頭を取る。その後ろには2番レディメローラ、6番グレースルージュか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番シュークリーム。その後には2番レディメローラと6番グレースルージュが続きます。1番マテンローナイトが追い上げてくる、先頭か。1番マテンローナイトがゴールイン。続くは9番、7番、3番か。